安井先生、松田先生、三谷先生、ご講演ありがとうございました。えー、と、ここから総合討論に入りたいと思います。で、3人の先生がそれぞれの、まあ、ご専門の立場から、この疾病と治療について、まあ、普段のご研究の成果をご披露いただきました。えー、まあ多分、時間の制限がかなり厳しかったので、 まあ十分お話を展開できなかったとできなかったかと思いますえここでまず、えーまあ、順番に安井先生からちょっと補足があれば、えー、ここでちょっと語っていただきましてその後、まあ、あの一緒に、えー、もう一度、えー、総合の、えーまあ、話をしていきたいと思います。安井先生どうぞよろしくお願いします。えー、ありがとうございます。 あの先ほど発表の中で絵馬や、えーま、人体の一部、えー、部分的なものをかたどった奉納物などを、えー、紹介させていただきました、えー。今日の発表では割愛したんですけれどもあのかつてハンガリーの、えー、ゼンメルバイス医学歴史博物館に行きました時にあのやはり えー、手や足、それから、まあ、胃、えー、歯などといった、えー、身体の一部を模したものを、えー、教会に奉納するというような、えー、まあ、そういう展示がありました。で、これは、あの、えー、キリスト教文化圏の中でも、あの、見られるこう身体の奉納物なんですが、 まあこういったものが、今日の,あの発表の中では、もう日本の事例だけでご紹介いたしましたけれども、ある程度のこう広がりと、まあ、あの身体を病んでいく部分、身体をどうやって治癒していくか、それを信仰の面、あるいはまあ民間信仰の中でどんなふうに行っていたかというところは、 まあもしかしたらこう、えー、共通する何かがあるのかなと思いましたので、えー、追加いたしました。えー、後ほどぜひ、えー、中国や、えー、韓国の例なども、えー、ご存知でしたらお伺いしてみたいと思います。わかりました。じゃあ、ま、松田先生から。はい、えー。皆様の報告を席、えー、から興味深く聞いておりました。 で、まあ、あのー、私自身の報告への反省も含めて言うと、えー、随分やっぱり私のするような近代というのは地味だなという感じがしました。えー、白黒写真しか写真基本ないんですよね。えー、安井先生とか三平先生が出された彩色あの、色鮮やかなあの、ああいう絵というものは、なかなか資料として出すことができません。まあ、それに囲、えー、つけて言うと、えー、 前近代というのは、ある意味、えー、豊かな時代であったわけですね。えー、まあ、近代から近代、医学史の面でいうと、えー、西洋医学が圧倒的な影響力を持っていく、そういう移行の時代というふうに考えられますけれども、逆に言うと、前近代は感染症に対して決定的な、えー、効果を持つ西洋医学のようなものがなかったために、逆に人々は、えー、いろんな方法で疾病に対応しようとした。 まあ、安井先生がおっしゃったように、お札とか、絵画とか、祈祷とか、えー、そういったいろんな方法があったという豊かさはあったんだろうなと思います。で、まあ、実はそういった全、えー、近代のさまざまな選択肢というのが近代になって、えー、すぐに消えたわけではないと私も思っています。まあ、私の報告は、あの日本統治下の朝鮮における西洋医学ということで、まあ、あの西洋医学の話ばかりしていたんですが、 えー、実は当時の朝鮮半島、決してその西洋医学が隅から隅まで行き渡っていたということは決してありません、えー。韓国併合以前の大韓帝国、あるいは宣教師、あるいは日本当局が西洋医学を持ち込んでくるのですが、しかし、えー、十分な、えー、西洋医学の素養を持った、えー、医者を、えー、供給できたわけではありません。えー、そのために、えー、まあ、伝統的な、えー 官理たちも、えー、かなりの数残っていた。まあ、さらに言えばそういった、えー、伝統医すら、えー、いなかった農村というのも、えー、地方に行けばたくさんあったわけですね。そういったところでは付属、つまり、えー、シャーマンのような、えー、ものもまだ幅広く残っていました。えー、まあ、そういった、えー、多様な、えー 選択肢がまだ日本統治下の朝鮮にも残っていたということを最後に補足しておきたいと思います。ありがとうございました。で、じゃあ私のところなんですけども、これも反省の弁になりますが、えー、まあちょっと欲張ってあのたくさんの内容を入れたことで実感をオーバーしたにもかかわらず、結局かなりあの十分にご説明できなかった部分があ,ありました。で あの、私が、まあ、強調したかったのは、やはり、あの、まあ、人脈ですね。えー、実は、あの、5つの、その、まあ、えー、部分から、構成したわけですけども、えー、全部、人的、物的につながっていたわけです。甲、えー、まあ、杭州から上海、それ上海から長崎、横浜、実は、この、まあ、パッカー、ホップソン、えー、岸田銀行、 この人物たちの流れが、えー、まあ、あの日中の間でまあ往復してた。特に北銀行が中国に薬を持ち込んだのは、まさにその中国から伝来してきたものを、まあ、そのまま、あの、というか、まあ、ちょっと加工して、中国に持ち帰っていくというようなまあ流れでした。で、その後の、まあ、同人会に関しても、実はこれは、北銀行がかなり尽力して、 あの、この絵、えー、ふんまろ、まあ、あのー、戦前の、ま、総理大臣だったわけですけども、そのお父さん、あつまろ、と、かなり関係が良くて、まあ、パワーポイントの中で実は、えー、その書簡も載っていましたけども、紹介する時間がなかったんですね。えー、銀行宛ての、えー、あつまろの、その書簡だったわけです。まさに、その東アジアの、その、同、えー、文会。 えー、東亜同文会に、えー、まあ、あの、協議会に参加してほしいというような、まあ、所感だったわけですけども。まあ、そういう人脈の中で、実は、えー、この医療の流れも、まあ、あの、生まれた、あというふうに私は考えています。えー、同人会に関しては、あの、まあ、人員の発見、えー、病院の建設、えー、これは、あの、本当に大々的にやっていました。ただ、まあ、あの、これも紹介する時間なかったんですけども、 戦時中、あの、実は軍に対する協力、貿易とか、えー、あるいは調査とか、えー、も大々的に行われたわけで、これに対しては本当に、まあ、賛否が分かれています。まあ、その点は、えー、あの、その貢献を評価する部分と、もちろんその中国の、まあ、支配の一環に加担したと。 えー、一旦に加担したということも、まあ、あの、言われています。その辺も、まあ、あの、今後、えー、かなり、えー、研究しないといけないかと思います。で、最後の、あの、残留医療者ですけれども、これは、まあ、まさに植民地医療、満鉄や、あるいは、あの、旧満州で展開された、え、病院、あるいは、まあ、医療、医学教育、 の、まあ、あの、一つの継承と言いましょうか。そういう先進性を、まさに共産党がそれを期待して見込んで、ぜ、ま、ひ、あ、残して、まあ、残ってほしいと。まあ、かなり強引なところもあったかと思うんですが、残ってもらって、まあ、あの国境内戦、それでその後の新中国の医療の建設にいろいろ仕事をしてもらった。で、そういう 人、物の流れの中で、この日中の医療の交流、あるいは私はまあ一つの大きなその共同体というふうに表現していますけれども、そういうのが確認できるかと思います。水田に申しますと、これは別に医療に限りません。他の分野においてもほぼ同じような現象が見られますので、 私は、だから日中関係を考えるときに、まあ、これは一つの戦前のことだから、批判するんじゃなくて、もっと評価すべきかと思います。それじゃあ、ミスラ先生あの、よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、私はコレクションの紹介でしたので、あまり付け加えることはないんですけれども、あえて強調して申し上げるとするならば、 今回ご紹介したソーダ文庫、あるいはノマ文庫は、それぞれの資料自体の魅力も非常に大きいんですけれども、ーダ文庫だったら、日本で様々な病に直面した時に、そこに住む人々はどのようにその状況に向き合ってきたのか、あるいはその時社会がどうなって、文化にはどういった影響を与えたのか、また、 えー、野間文庫からは西洋のそうした視点が非常によく分かってくると思います。日文研には東西のまあこうした医学コレクションが豊富に揃っていますので、それらの比較を通じてもですね、さらにまあ独自性であるとか、まあ、共通点など面白いことが見えてくるではないかなと考えています。そうしたまあ学際的、国際的な研究の展開にもこれらの 相田文庫や野間文庫といったイラコレクションをぜひ使っていただけたらなと思っています。はい、ありがとうございました。で、まあここからちょっと本当の討論に入りたいと思いますが、私があの三人の先生のお話を伺って思いまああのましたのは、やはりこれあの松田先生も先ほどまあちょっとおっしゃられたけれども。 やっぱり前近代と近代、えー、そこにやっぱり一つの、まあ断絶、まあ連続、両方あるかと思います。で、それについては、やはり、あの、我々かなり意識して考えないといけないかと思います。まあ、あの、近代において、特に安井先生のご紹介の中で、例えば、まあ、その、病気併用を祈願する道具とか、その絵馬も含めてね。 あとは、その、病よけみたいな、いろんなものが、あまあ、あの、ご紹介されたわけで、まあ、紹介されたわけですけども、まあ、そういうことは、例えば、その、全近代において、じゃあ、その、日本だけだったのか、もっと広く、東アジア一円で、そういうものが、ひょっとしたら確認できるのか、できないのか。えー、私言いたいのは、やっぱりこれ、日本独自の文化なのか、 あるいはもっと広い、えーまあ、その範囲で、えーまあ、確認できるのか。えー、これはちょっと安井先生に、まあ、できればご紹介いただきたいと思います。まあ、私自身が例えば中国、まあ、そんなに中国の伝統文化について詳しくはないんですけども、まあ、仏教の中ではいろいろあるんですけども、まあ、一部はその東京の中でそういうものが。 あるように思います。ただ、まあ、専門家ではありませんので、えー、具体的には、あの、よくわかりませんが、日本ほどではないと。日本はむしろそういう、まあ、あの、ものが、そういう、非常に発達していた、えー、というふうに、えー、まあ、あの、思いました。というか、そういう印象を受けました。その辺どうでしょうか、安井先生。あの、そういう、 まああの病気、経緯、あるいはその病よけいの,の道具、特にいっぱいあの写真で私、面白く拝見しましたけど、そういうものが日本だけなのか、それとももうちょっと東アジア一円で伝統、歴史の中で確認できるものなのか、よろしければお願いします。はいあのそのことこそ 劉先生にお伺いしたいかなと思いますが、あの、やはり、えーまあ、病は、あの、どの文化にも、まあ、どの地域にも、あの、見られるわけで、で、そういったところで、あの、どんなふうに対処してきたかというのは、あの、今日の発表の中では、まあ、絵馬を通じて、えーまあ、絵画資料の中から見出していくというふうにいたしましたが、 これをもう少し広げて、例えばその、えー、と病気併誘のための儀礼、まあ、治療儀礼というふうに捉えましたら、もうこれは非常にこう、いろいろな地域で、えー、独自のものがありますし、えー、先ほどおっしゃったその道教の中でも、あのやはり体系だったものがありますのであの、別に日本に限らず見られると思います。ただ、あのもしかしてその特徴的であるとしたら、 あの、先ほど見ていただいた眼病の、えー、絵馬ですね。あの、やんめというような、目を描くだけではなくて、や、えー、んでる目というふうな、こう、まあ、言葉遊び的なものを多用、えー、しているような、まあそういう、あの、ちょっとこう、面白おかしく描いていくという、あの、まあもちろん眼病も非常にあの重症化していくと、 あの重い病気ではあるんですけどもあの、まあ、メイボとかあのメバチコと呼ばれるようなものでしたら、まあ、命に別条はない、まあ、そういったところでのこうちょっとこうあの楽しんでみようというような、まあ、そんなあの意識はあの見られるかなと思います。でですので、まあ、儀礼に広げていくと あの非常にたくさん、さまざまな種類のものがあると言えます。えっと、まあ、きれで言いますと、実はあの中国でも多分、シャーマンの中で、テオダーセンって中国で言うんですけど、大神を踊る。私もその、まあ、あまあ、幼少時代、それを見たことがあるんですが、その病気になったら、これを払うために、いろんな踊りをする仮面をかぶってね、でそういうのがあったと思うんです。ただ まあこの点は私非常に日本の特色かと思いますが、やっぱりそれを絵にする、そでに残すという、これはね、なかなかまあ東京の中でも、まあないことはないけれども、日本ほど豊かではなかったと思います。特にさっきの目は私もびっくりアートハートとかね、<laughs> 非常に面白かったんですけども、そういうものを全部絵に、まあ図式、まああの、画像にして残す。これは私はまあ日本は、 まあ日本民族は非常にその感性豊かな民族だと思って、あの特にあのビジュアルなものに対して非常に敏感なまあえ特徴があるかと思います。で、その点は、現象があっても、日本のように全部残してるっていうのがなかなか難しいかなと、その辺んはまあ日本文化を研究する上で非常にあの一つのえまあヒントになるというか、ポイントになるものかと思います。 韓国ではどうでしょうかその今の議論について。そうですね。えっ、ー、と、私も劉先生が中国についておっしゃられたのと同じ印象を持っています。えー、もちろん韓国にも、えー、まあ、お払いのような、えー、無断と呼ばれる、えー、お払い師がいます。えー、病気併用だけに限ったものではないんですが、あるいは、あの、植物や鉱物を作った、えー、民間療法。 などもあって、その点は、えー、多分どこの国でも共通していると思いますが、それを絵画にして、えー、残すという例は、やはりあの日本が豊富なのかなという印象を持っています。でもう一つ、まあ、これ、増田先生おっしゃったんですけど、つまり近代において決して伝統を全部あの駆除したわけではないと。まあ、これは実は中国に。 に関しても言えることで、あの、まあ、あの、近代と前近代、きっぱりとそれを分けることはなかなか難しいところがあるんで、えー、先の、あの、ホプソンの本の話のところで少し触れましたけども、えー、例えば、やっぱあの、中国の中で根強く、内科は漢方だと。外科は西洋医が強いけど、 内科はやはり我々の漢方だって。未だにそれが続いているわけですね。その辺は、あの、やっぱり日本は私が、まあ、これ褒めていいのかどうかわかりませんが、うまく早く転換した。えー、まあ、あの、漢方は今でも残ってるんですけども、えー、まあ、かなり西洋医学の方に、えー、まあ、蘭学の伝統があったせいかもしれませんが、 え、それは、えー、あの、身代わりが非常に早かったというふうに私は思います。ですので、まあ中国でも今注意と、それで韓国で簡易と、まだかなりの勢力を持っているんですが、えー、日本では漢方は、まあ本気でそれを治療する医者がもうほとんど、えー、まあ少数になってしまって、むしろ、まああの、薬のところで少しは残っているかと思うんです。まあそういうことについて、例えばその、うちの 文庫の中であのそういう形跡を確認することが例えばできるのでしょうかあのそのコレクションの流れからねつまりその私が印象できるんですよ日本の,その伝統のものも集めてるけどやっぱりその西洋医学に対するそのあの憧れてみましょうが結構そういう書物が多いんじゃないかというふうに感じたけど違ったらおっしゃってください。 そうですねあの相談文庫はその日本の医療医学の歴史をもうその前近代から近代に至るまで、まあ、その横断的に収集しているのであのそのそ漢方だけあるいはその西洋への憧れの眼差しの方が強調されるあの著作が多いどっちか比率が多いということはちょっと文庫的にはないんですけれどもあのまあその ソーダ文庫、それから、まあ、野間文庫、両方の文庫とちょっと向き合っていく中で感じていることは、あの、まあその野間文庫に見る、まあ、西洋医学、あるいは、まあ、西洋医療では、あの病気っていうものに向き合うときに、病気のもの元を取り除いたり、あるいは排除する、やっつける、そういった、まあ、身体感っていうのが強調される傾向にあると思います。一方、まあ、ソーダ文庫、 で見てみると、まあ、東洋の身体感といったら、まあ、病と、先ほどの安井先生のご発表にもありましたけれども、病と共存していったりとかですね、まあ、未病とか、あるいは予防医学っていうものの発展もあの、通定的にありますので、そういった身体感の違いが顕著に、まあ、西洋と東洋では認められる部分もあるのではないかなと考えています。で、そういった まあ過去の歴史資料から、何か。今生きる現代社会にもまあ通じる。病と対峙する時のヒントというものがあの与えてもらえるのではないかな、と感じています。ありがとうございます。まあ、私は文庫についてはそんなにあの詳しくありませんが、まあ漢字、まあ伺ったところで感じたのは、やはりまあ伝統もあり、近代のね、医療の書籍もあり。 まあ、場合によっては、中国のものは少しは生えているように思いました。だからそういう意味では、うちの文庫っていうのは、まさにその、まあ、前近代と近代、あるいはまあ、日本とその他の、まあ、アジア、それでまあ西洋えとの全体の中で、あの、この医療史をえ考える、そういうまあ、文庫になっているように思います。まあ、それぜひ、まあ、あの、ご利用いただければというふうに思いました。で、あの、まあ、これは、 多分時間的には最後の話になると思うんですけども、三沢先生が先ほど、えーっとその、病気との共存という言葉を出されました。これ、文庫の中からも、まあ、あの伺えるようなことで、で私は、まあ、今回のコロナの騒ぎについても、実はこれを我々、まあ、医者でもありませんし、い、まあま 普通の市民として、どういうふうにこの病気と付き合っていけばいいか。まあ、幸い、あのまあ、政府も、まあ、経済のことも考えながら、まあ、病気の治療もその視野に入れて、まあ、両方、つまり両立させようというふうに考えているようですので、まあ、この辺は私もあのこの伝統の中からちょっと知恵を借りることができないかなというふうに思いました。 今の欧米のその、まあ、この病気に対するそのあり方。で、じゃあ日本は、あれはまあ、東アジア一円の対応の仕方。まあ、それとの政治体制が違うけれども、どうやら国民性もあるような気もします。これは実は伝統と関係があるんで、まあ、その辺は最後に一言。まあ、私はその、まあ、もちろん病気と戦うのは当然なんですけども、 病気との共存。これは実は我々東洋の知恵なんですね。で、この知恵をどう生かすかっていうのがむしろ、えーまあ、一つの課題。あるいは我々が、まあ、医者じゃない立場から、えーまあ、あの自分を守るという意味においても、えー、どうやってあのこの病気と付き合っていくか、えー、ということを考える上で非常にあの面白い。 えーまあ、あのヒントになるんじゃないかと思います本当にもう時間がかなり、えー、態度なんで、まあ、一言その点について何かご意見があればヤシ、えー、先生からよろしくお願いします放送絵の研究者の,あのローテルメントさんがあの放送神のことを、まあ、非常にこう多義的矛盾に満ちていると あの、一体放送を流行らせるのか、退、え、治、ー、してくれるのか、えー、そんなふうに、あの、問いを出しています。で、えー、あの、民族学者の、えー、宮田昇さんが、その江戸の流行り神の中で、えー、そういった、あのー、まあ、的ではあるけれども、もうやってきたら非常に恐ろしいので、もう一旦家の中に入ると、えー、きちんともてなすんだと。なんかそういうふうな、 あの、何でしょう。こう、病が来た時の対処の仕方、もちろん、あの、放送ですから、あの、それだけではもう、あの、えー、何の対処にもなってはいないにしても、その病に対する、えー、捉え方というようなところでは、あの、ま、えー、排除していくだけではなくて、えー、何かこう、えー、送ってしまう。えー、で、さらに、 えー、かかった後、その、後の養生といいますか、えー、そういったところにも、あの、配慮している、えー、そんなことも伺えるのかなと思います。で、でおそらく、えーまあ、病の後の100日間の近畿でありますとか、えー、そういったこう過ごし方、えー、食べ物などなどについても、まあ、かなり情報があったと思われますので、 えー、そういうふうな、えー、万一の時への対処というものが、まあ、あの、おそらく、養生という中で、えー、非常に重視されていたのかなと思います。で、そういったことを、まあ、あの、コロナ禍ですけれども、あの、今後、この状況が続く中で、えー、まあ、かからないようにする、えー、まあ、その一つの、えー、方法として、 学す。はこの座談会ではあの伝統ととと近代ということが、えー、少しし話題になりました龍先生もおっしゃってたんですけども伝統と近代というのはきっちり分けられるお互いに対立的なものではなくてむしろ実態としては伝統が少しずつ近代の中に入り込んでいって、えー、それぞれの社会の在り方を作っているという面があるだろうと思います。 例えば韓国の場合で言えば、私がちょっと今日の講演でお話ししましたように、併合以前の韓国では、日本に比べると伝統医学に対する保護がはっきりしていました。また、日本統治から解放された後、まあ、ある期間、ある時期以降ですけれども、まあ、韓国の伝統医の努力によって、 ま、今日でも、あの、韓国では伝統医学というのは日本に比べるとかなり、え社会に根を下ろしている。え漢方、え漢方医が、え街の中に結構残っているという状況があります。そういうふうにして、まあ、あの、グローバラゼーション、西洋医学の浸透によって、一色になっているかに見えるような、各国、各地域も実は社会のあり方、 医学の在り方というのはそれぞれぞ違っているんだろうといいううふうに思いますで、まあ、あのコロナに対しては、えー、決定的な対処法というのはまだ見つかっていないわけですけれども、えー、それぞれの社会がいろんな方法で対応していく中で何か答えにつながるようなヒントが見つかればいいのではないかなと、えー、一人の研究者としては思っています。まあここで順番変わって少しもしもあればだけど あそうですか。まあ、じゃあ、私が最後に、まあ、簡単に、ええー、ええー、ちょっとまとめようと思います。まあ、あの、今、松田先生おっしゃった通りで、あの、この近代と、えー、伝統を、実は我々どう考えるか、これを、まあ、対立させるんじゃなくて、ええー、あるいはその近代に、を使って、まあ、いわば伝統を駆除する、まあ、排斥するんじゃなくて、 どうやってまあ古代のあるいはその伝統の知恵を借りるかが私は非常に大事かと思うんです。まあこれは私素人でこういうことを言っちゃいけないかもしれませんが、やはりまあ西洋医学はその対処療法、その部分をまあえまあ治癒する。で、官方医においてはむしろ全体、その脈、楽、まさにその脈と楽、あるいはその全体を、まあ壺とかも使って、 あの、治していく。まあ、これはあの、すぐ治らないもんですけれども、全体を、あの、体力を強くしている。あるいはその内部で人間の体と全部関連するという発想なんですよね。私はこの発想も非常に大事だと思います。まあ、岸田銀行が、アヘンの中毒者向けの、まあ、鉄医線という、まあ、あの薬を作ったんです。これは実は別にそのアヘンの中毒を えーまあ、そのものを治癒できるものではなくて、要するに雨の鉄分の生えた飴なんですよね。だからその体力を作っていくと、まあ、そういう発想法で彼が中国で販売するわけですけども、まあ、それも、まあ、あの私はその非常に、えーまあ、面白い発想だというふうに考えまして、えー、つまり、えーまあ、どうやってこの伝統の,その知恵を我々サインド認識して、 えまあ今日の,この我々の,その健康に対する考え方、あるいは病気との付き合い方の中にまあそれをえ入れていくかというのがえ非常にあの大事じゃないかというふうに思いました。もう時間が参りました。えー、先生方どうもありがとうございました。でえまたあのこの画像をご覧になったえ視聴者の皆さん、本当にえまあ今日ご清聴ありがとうございました。